こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。岸防衛大臣は、呉州国防大臣と会談、自衛隊の呉州艦艇の防護を行うことになった。ついに、呉州も日米同盟に強固になりつつある。日豪同盟となるのかは、もう少し見ていく必要がある。防衛省も装備品の輸出計画を加速し始めている。なんと P1 哨戒機を、独に売り込もうとしているが、相和が進むわけではない。では、今回、この P1 哨戒機の話を詳しく見ていきますね。ここ数年、防衛省は、日本で開発した装備品輸出を検討しているようです。オーストラリアの潜水艦計画は、紆余曲折の末、選ばれませんでしたが、今となっては選ばれなくてかえってラッキーという空気があります。オーストラリアが日本を振ったことを悔やんでいるらしいとも、聞こえてきますが、まあ、それは別の話です。それとは別に装備品も、輸出の話が出ています。それが P1 哨戒機です。ドイツ、フランスが共同開発する哨戒機の計画へ参入するという話は、ご存知でしょうか？今回は、この話を取り上げてみたいと思います。2013年、平成25年、海上自衛隊は、それまで使用してきたアメリカの、ロッキード・マーチン社製の P3C 追戦哨戒機に変えて、国産の P1 追戦哨戒機の実戦配備を開始しました。ぜひとも海外へ輸出したいと考えているのですが、輸出先の獲得は、なかなか厳しいようです。日本は P1 追戦哨戒機の輸出を目的として、積極的にヨーロッパの航空省などへ出展してきました。しかし、2020年9月、最大の輸出目標国であったドイツは日本の希望を退ける態度を明らかにしたのです。ドイツの事情を紹介します。ドイツは日本と同様 P3C 追戦哨戒機を運用中ですが、この代替機については隣国フランスと共同開発する方向で進んでいました。このベースとなる機体として日本の P1 追戦哨戒機が提案されていたのです。これまでのところドイツでは順調に P1 追戦哨戒機の購入検討が進められていると伝えられていました。しかし、前述のようにドイツは方向転換してしまいました。その理由は P1 追戦哨戒機を採用するには軍用機としての形式証明取得に時間がかかるということらしいのです。形式証明というのは、ある航空機の形式が安全性及び環境適合性基準を満たしていることを証明するものです。これは一般の航空機の場合ですから、軍用機の場合はもっと特別な基準があるのでしょう。とはいえ、軍用機という早く運用したい機体の証明に時間がかかるのが忌避される原因だったそうです。ドイツは5年かかると見ているらしいのです。P1
一対戦勝回帰輸出に関しては、5年前の2015年にイギリスに売り込みをしたのですが、アメリカの P8 対戦勝回帰に敗れたという過去もあります。また、ニュージーランドも、やはり P8 対戦勝回帰が採用されることになり、悲しいことに、日本製は連戦連敗中でした。もともと、ドイツは、フランスと共同での新型対戦勝回帰開発を、目指していました。ですから、そもそも厳しい案件だったわけで、日本側が P8 対戦勝回帰よりも使用の自由度が高いことを売りに説得しても空振りに終わったことでしょう。アメリカの P8 対戦勝回帰はオーストラリアやイギリス、インドなどで採用されていますが、基本的に自国仕様と同じレベルの性能では輸出しないことになっています。つまりレベルダウンしたものを輸出しているのです。例えばインドですが、ダウングレード版ということです。ただし例外があります。オーストラリア、イギリス、ニュージーランド、カナダの4国です。この4国とアメリカは、いわゆる、ファイブアイズと呼ばれる諜報機関の情報を相互に共有する、ウクサ協定を結んでいる国からです。ウクサ、ユナイテッド、キングダム・ユナイテッド、ステイツ・オブ・アメリカ協定というのは、通信・電波の傍受による情報収集活動施設の共同利用に関する多国間協定のことです。アメリカをはじめとする5カ国が参加しているので、ファイブ・アイズとも言われるんですね。アメリカの P8 対戦勝回帰は民間旅客機としては、ベストセラーであるボーイング737航空機を土台としています。アメリカ空軍では、2013年から実戦配備が開始され、100機以上が、順次収益を継続中とのことです。日本の P8 対戦勝回帰は、無人機 MQ-4C との連動を前提とした機体です。低空の哨戒には、無人機 MQ-4C をコントロールして行うので、デフォの使用には磁気探知機を搭載していませんが、インド向けの使用では、追加で搭載しております。このあたりも、ロシア潜水艦を探知する上では、磁気探知機をもともと装備している P1 対戦勝回帰に利点があるはずと日本は考えていたと見受けられますが、結果としてそれはメリットとして見られなかったということになるでしょう。このような無人機 MQ-4C との連動による磁気探知機などのポイントよりももっと重視すべきことがありました。フランスとドイツの背後には、航空機企業のエアバス社が伝統的にがっちりと控えていました。同社の旅客機 A320neo を対戦勝回帰に改修するという案を重視しなければならなかったようです。2018年、シンガポールの航空ショーでエアバス A320NE を対戦勝回帰にする構想が発表されました。その時点で、政治的な観点からも、日本の P1 対戦勝回帰の輸出は、現実的ではなかったとも考えられます。2020年時点での
いわゆる西側諸国における旅客機製造企業は2社の独占状態と言っていいでしょう。つまり、ヨーロッパではエアバス社、アメリカではボーイング社です。今や、この2つしか存続していない超強力な競合状態で、この2社だけで、熾烈なシェア争いを繰り返しているのです。この状態を考えれば、ヨーロッパの代表としてエアバス社の計画を、フランス、ドイツが優先するだろうということは明白です。まして、全世界に向けて、これまでに4500機以上も生産されたエアバス、A320neo への信頼も高いのです。エアバス A320ne を対戦勝回帰の土台にした場合でも、アメリカの P-8 戦勝回帰と同じように磁気探知機は搭載しないと思われるので、この点では P-1 戦勝回帰の方がスペック的に分かっているとも思われていました。しかも、P-8 戦勝回帰やエアバス A320ne を対戦勝回帰にした場合には、元は旅客機だったという素地から高高度を飛行するのには向いていますが、敵の機体を発見し、警戒するという対戦勝回帰としての機能を考えると、決して最適な機体ではないということが、大前提としてあります。それでもアメリカをはじめ、多数の国が P-8 戦勝回帰を採用しているという。現実を見ると、経費や維持管理の面に、すでにノウハウが確立されている。安定した運用体制できる機体を選んでいるのではないかと思われます。そう考えると、B1 対戦勝回帰に限らず、日本の防衛装備品全体に当てはまる非常に大きな障害と言えるのではないでしょうか。日本はこれらのノウハウや技術をなるべく国内に留めて維持したいと考えているのと表裏一体となるジレンマでしょう。あちら立てれば、こちら立たずというわけです。ちなみに、日本は P-1 対戦勝回帰をおよそ1機あたり約160億円で調達していますが、アメリカのインド仕様 P-8 は8機で21億ドルになります。つまり、1機あたりの価格は約280億円ほどになる計算です。ということは、日本が蹴られた理由は、決して購入価格がネックになっているとは言えないのではないでしょうか。やはり、肝心の哨戒機の使用と技術の流出の兼ね合いの問題なのでしょう。